今日はみんなに転校生を紹介します。転校生か、一体どんな人なんだろう。じゃあ教室に入ってちょうだい。なんかすごい髪型だ。では自己紹介して。趣味はカードゲームだ。名前も言わずに。やろうぜカードゲーム。まずは名前を教えてちょうだい。おっと、うっかりしてたぜ。正岡式です。それじゃあみんなの名前も一人ずつ教えてもらおうか。それは後にしてください。ちょっと変わった人なのかも。それから一つ、俺にとってはカードゲームが全てだ。文句があるやつとは必ずカードゲームで決着をつけるからな。いや、頭おかしい人だ。え、好きな髪型ですか。この髪型です。誰も聞いてないよ。この髪型はカードゲーマーの証なんだぜ。あのね、転校生くん、こんなこと言いたくはないけれど、その髪型校則違反ですから。なんだと。いや、当然の指摘だろ。そんな形の髪は認められません。もっとコンパクトな髪型にしなさい。何言ってんだこの人。七三分けだからって偉そうに。そう、こんな時こそカードゲーマーの俺ならば。まさかカードゲームで勝負するつもり。ちなみにカードゲームは勉強に必要ないので、見つけ次第没収します。終わったー。ぐっ、おー、すいませんでした。謝った。分かればよろしい。明日までに髪型を直しなさい。大人には普通に従うんだな。昨日の転校生変な人だったな。そういえばあいつなんて名前だったっけ。おはよう。マサオカ好きだ。次回、学園生活の幕開けだぜ。また見てくれよな。